ロシナンテチャンネル。1億2千万の三国志ファンの皆さん、こんにちは。ロシナンテです。関東の戦い信長編、続きをやっていきましょう。前回は、ですね、効果を落とすことができましたが、陳留攻略戦で惨敗を喫しました。私怒っております。ということで今日は、何としてでも陳留を、攻略したいなと思います。で、陳留の攻略最大のポイントはこの後ろからの援軍ですね。後ろからの援軍がどんどん来ることなんで、勝敗からダブル軍神をこういう感じでこの背後に出していって、後ろの軍勢を、まあ、できるだけ食い止めようと。で、主力、工場の主力部隊は牧羊からの、信長たちですね。はい。を出して、いこうかなと思います。はい。ということで、早速やっていきましょう。信長、ダブル軍神は、まあ、どんどん進軍していくと。で、軍神たちがちょっとある程度進んだら、主力部隊出していこうかなと思います。はい。ということで、いきましょう。さて。うん。だいぶ進めてみます。そしたら、ダブル軍神は、工場を取りながら、とりあえずこの陣が邪魔。早速来てやがりますね。どこに向かってんだ？ふんふんふん。帝都。あ、ここか。ここか。なるほどね。まあ、内政入れて、帝都はもうしょうがないんで。任せてもらおう。よし。で、こっちは、なんか陣とか作ってやがるな、生意気に。まあ、このままいきますか。これカウンター、ワンチャン北海ありますね。出しちゃいますか、軍勢。大元節祭、利点、留保、出して、利点が勝者。利点勝者、劉邦魚鱗、大元節祭、眼光。うん、これでいいかな。マックス出せっかな。出せないか。利点はマックス出したい。から、大元節祭、ちょっと減らしましょう。で、利点はマックスで、劉邦も、マックス。よし、じゃあこれで。出陣します。大丈夫かな。よし。で、下は、5は動きなし。よし、じゃあこれでいってみましょう。さあ。おっと、律。誰だ、あれ、相手。こら勝ったろ、こら勝ったろ。よし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 。オッケーオッケーオッケー。北海は大した軍勢がいないと思うんで、こいつらでやれるはず。さあ、ダブル軍神が帝都に間に合うかな。お、間に合いますね。よしよし。宝徳たちをまず手始めに落としてやりましょう。宝徳と増派か。お、で、陳留から出撃がありましたね。こちらをご覧ください。よしよしよし。これは多分ダブル軍神に行くだろうから、信長たちはもう出ましょう。さあ、落としてやるぞ、陳留。信長が、眼光、毛利元就、宝円、武田信玄、勝者。これでいこうかな。よし、最大兵力でいきましょう。出陣するぞ。 OK。 で、信長たち、信長、ダブル分身はどうするかな。とりあえずこれ陣壊しながら待ち受けますか。いや、こっちだ。さあ、今夜報徳。承知。よし、じゃあこれでいってみましょう。
さあ、14000は、よし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 。長領14000か。これダブル軍師に来てますね。これはいけるだろう。ただまず手始めに、上杉謙信の軍神をかましてやりますか。よし、これで艦乗れよ。勝負だ。乗れないか。まあ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 、十分十分十分。もう一歩前出てこい。おっと、そう動く。なるほどね。それで早速下から来てますね。こちらをご覧ください。生意気な。でもお前らはダブル軍神の方に来てんじゃないのか。進軍工場、あ、そうですね、ダブル軍神の方に来てますね。そして趙雲8000、円から36000。もうほんとうざい。だがダブル軍神にかまけてる隙にこれはもう落としてしまう。炎症出撃はない。よし、でこっちですね。こっちは、うん、まあこっちはこのまま行きますか。一歩前に出といて、心得た。よし、なんだ、やってやる。これで上は大丈夫でしょう。ただ輸送が入ってるんで7600、まあ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 、まあ、ある程度兵がいても大丈夫でしょう。じゃあこれでい、あ、あ、こっちか。こっちは艦が一歩前に出て長領を殴る。心得た。よし、じゃあこれでいってみましょう。さあ、タコ殴りにするぞ。 OK。 あ、一騎打ちか。あ、謙信対報徳、頼むよ謙信、これは頼む。いやー、武力負けてんのか。いやー、さすがの報徳。貴様の棺は用意してあるぞ。頼むよ謙信、勝ったら大金星。オッケー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 。よし、勝った。ナイス謙信、さすが越後の軍神。さあ、ただ後ろに回り込まれちゃったんで、まず軍神で前を吹き飛ばしましょう。まあ、報徳もさ、後ろに回り込まれたがちょっと痛いな。領土が厳しいですね。OK、造波は撃破。はいはいはい。ああ、こっちを取られたか。おっと、牛金対上林、この文官いじめをしていく。これはさすがに勝ったでしょ。文官ですか。よし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 。さあ、領道がどうなるか。長領はやっときたい。うん、まあ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 。報徳は帝都に向かってるみたいなんで。ご報告いたします。帝都に向かってるんで、お前らがどう動いてくるか。都市入城、陳留、あ、陳留に入れるみたいですね。お前らもそうだな。なるほど。そしたら、報徳に対して、敵接近時攻撃でいきましょう。 よかろう。よし、で、前に出る趙雲が、趙雲8000、艦撃隊。なるほど、軍神に来てるか。そしたら毛利元就の砲煙を前に出しながら、かしこまりました。信長はなんだ、ちょっと後ろから任せてもらおう。よし、これはこっちで、まあ、これでいいかな。あー、さらに来てんな、信長隊。なるほど、これが防衛隊ですね。ちょっとチンタラしてらんねえかこれ。ようか。これはもう陳留に最短でいく。任せてもらおう。はは。最短でいく。かしこまりました。呼んだか。よし、こんな感じにしましょう。後ろ構ってる暇ないかな。
いやでも領土を切られたら、いやこれは炎章出てないんで、これ牧羊から馬長を出しましょう。馬長たちを出す。馬運力、馬級、これを出して、宝徳はこいつらで叩きましょう。っていうことで、ダブル軍神は、前。前に出る。敵接近時攻撃で出る。心得た。で、剣神は、ちょっと下がってから、前に出る。進軍。で、これは無視にしときましょう。OK よし。で、こっち、こっちは、あ、撃退できましたね。じゃあどんどん前に出ましょう。やってやる。よし、じゃあこれでいってみましょう。お、長領は逃げてる。宝徳がなんか、あー、領土を切りに来てんのか。これ間に合うか。あー、よし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 。あぶねー、馬長たち出してよかったっすね。オッケー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 。これで領土を持つ。よし、こちらをご覧ください。そしたら、趙雲がこっちに来てる。あ、信長隊、なるほど。そしたらこの辺は内政官を入れて、内政官を入れる。土地の高いのがね、まあ自分たち塗りましょう。関羽と謙信かな。あ、孫関、孫関入れて。任せよ。よし、これで宝徳たちは、馬長たちに任せる。ダブル軍神がどう動くかですね、これ。これはダブル軍神がどう動くか。武田信玄を、こっちに持ってきて、上杉謙信は、この辺。かしこまりました。で、信長がこの辺。やってやろう。で、ダブル軍神は前に出ましょう。どうすかな。まあ、この辺で。心得た。よし、これで行くか。こっちだ。こっちは、あ、進んでますね。よし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 。ん ?3000 出てる。OK。よし、じゃあこれで行ってみましょう。さあ、ダブル軍神前に出てくれ。あ、まっすぐ来んな、趙雲。趙雲。よし、宝徳は撃破。あ、毛利元就が捕まえてくれたな。よし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 。よし、悪くないですね。悪くないですね。あー、武田信玄前に出ちゃう。これは、陳留から1万7000出てる。これは一旦迎撃しなきゃいけないな。あー、また円から2万7000とか、もう。もう。とりあえず武田信玄は下がる、下がる。で、ダブル軍神がここ締めに行く。心得た。命令で。ここ締めに行く。信長は、信長はこの辺まで行きたい。武田信玄は当時ひたすら下がれ。よし。で、こっちは出てないんで、馬長たちも援軍に行きましょう。まあこの辺に向かっていくかな。わかった。よし。で、これこっちが、あ、進んでると。よし、じゃあこれで行ってみましょう。さあ、武田信玄が下がれるかどうか。おお、なんだ、超上に行ったぞ。なんだ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 。武田信玄下がれ。よし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 。
とりあえず軍神、とりあえず軍神を打って。1人か、まあ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 、まあ、2発撃てば吹き飛ぶだろう。 OK、 超フォア落とした。そしてもう1発軍神を、あ、そうですね、長領なんで撃っときましょう。覚悟しろ、たやすいことです。おっと、趙雲がやらしい動きをしている。趙雲、まあまあ悪くないですね。まあまあ悪くない動き。よし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 。こちらをご覧ください。後ろからは、わらわらと、わらわらと来てますね。そしたら長領が落とせると思うんで。こんな感じで、で信長はここまで、いやどうしようかな。あー、これ難しいな。信長ここしかないかな。任せてもらおう。で。ここに進軍しましょう。わかり申した。馬長たちが後ろから来てるんで、馬長たちは趙雲に全力アタック。わかった。よし、後ろから出せる兵はない。袁紹は動いてない。よし、でこっち、あー、劉邦が補給線切られちゃってますね。まあいいや。よし、まあガンガン行きましょう。3万5000出てますね。出てるか。じゃあここら辺で待ち構えるか。はい、体現節祭は下がる。あ、終わった。体現節祭はこちらに下がりましょう。心得ました。で、リズムがこう動いて殴る。分かった。何か。でステイですね。任せて。よし、これ行きましょう。さあ行きましょう。まずは長領を全力で落とすこと。よし、そしたらその間を縫って、間を縫って、よし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 、もう一歩 OK。 武田信玄は取り付けた。よし、超撃破。いや、曹操が来るか。これは曹操が来るか。こちらをご覧ください。まだなんとかなるだろう。まだなんとかなる。ああ、角翼が来てんのか。この3人で、この3人でこの角翼野郎をやっちゃいましょうか。こいつ、こいつらを食い止める。で、武田信玄は一歩下がりたい。で殴る。でそこに毛利元就の後援を入れましょう。任せてくれ。よし、で、ダブル軍神で、とりあえず信長をやりたい。ここに進軍したい。よし、これでいきますか。馬琴は上を取ってからいきましょう。やるとしよう。よし、これはこっちはこれでいきますか。で、向こうは、おお、わらわらと来ましたね。立位が前に出る。
で、劉邦がここですね。承知した。で、大元節祭ご紹介ですか。承知しました。オッケーオッケー。うん、任せてよし、じゃあこれでいってみましょう。守ります。参ります。信玄下がって、信玄下がれ。まあ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 、信玄下がってくれ。よし、長江を落とした。よし、これはいけんじゃないか。軍神さあ、二人落として、お、乗った。オッケー。いやー、これ下げちゃったのもう間違いだったな。毛利の隣が一歩。よし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 、これは落としたろ。これはさすがに落としたろ。よしよしよし、うん、これは落としましたね、陳留。いやー、各所より報告です。長かったな、陳留。そしたら、下は馬長たちに任せて。任せろ。宝徳が出てるのか。どうした。宝徳困ったな。任せてもらおう。馬長は宝徳に行きましょう。わかった。よし。で、ダブル軍神は、まあ、この辺の総統に。心得た。よし。これはさすがに落ちたでしょう。OK。じゃあ右上。北海、北海。の方は、ほう。うん、まあこれでいきますか。よし、じゃあこれでいってみましょう。さあ、人殴りで陳留は陥落と。オッケー、やっと落ちた。よし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 。で、あとは怖いのは宝徳ですね。さあ、二人しかいねえ。あ、でも陳位は欲しいですね。あ、陳軍か、陳軍は欲しいですね。98。まあまあまあ、とりあえず牢に入れときましょう。よし、角が落ちた。オッケーオッケー。宝徳も落ちるでしょう、これは。よし、準優。よし、宝徳落ちた。オッケー。よし、これは完勝だろう。こちらをご覧ください。あ、宝徳捉えましたね。宝徳は捉えた。じゃあもうこっちは残党の総統をしましょう。ダブル軍神が遊撃部隊になってもらって、こっちを止めたい。逃げてっかな。いや、とりあえずこいつでいいや。よかろう。これで、で、信長は入る。おう。で、馬氏は牧羊に戻りましょう。やべえ、文書来てる。急いで戻れ、急いで戻れ。ここ急いで戻れ。心得た。よし。これで大丈夫かな。あとはなんか5が動いてんな。これはこいつを攻撃して退却しましょう。ヘイヘイと。よし。で、北海。北海が混乱してる。あ、劉邦がダメですね。これは まあこっちはだいぶ兵減らしたんで撤退しますか。撤退しましょう。よし、オッケー。はい、ということで、無事陳留をなんとか
陥落させることができました、前回のちょっと大敗した時はねどうだかと思いましたが、まあなんとかね、攻略することができました。で、後方の兵もだいぶ曹操減りましたね。これで、曹操軍はだいぶ弱体化したと思います。はい、ということでちょっと内政整えておいて、次回はこれで一旦ちょっと曹操は置いて、この小生駅に攻めてきている、援軍ですねを攻めていきたいと思います。せめては行はちょっと取りたい。行は取って、行平原かな、まあ、取って、炎将軍も片付けて、最後ね巨匠を楽用に攻めていきたいと思います。はい、ということで、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。いやーよかった。